鬼の城石城門、城壁が山上に立地する。古代山城は古代日本の山城。九州地方北部から瀬戸内地方、近畿地方にかけて分布する。従来に朝鮮式山城、皇后遺と呼び分けられてきた2種類の遺跡群の総称として近年使用される考古学用語である。飛鳥時代から奈良時代頃に大朝鮮、中国の情勢に応じて、 西日本各地の山に築造された防衛施設の総称である。従来、文献に見える山城は、朝鮮式山城、天示山城、見えない山城は、交互意思系山城、交互意式、山城と呼び分けられてきたが、近年の発掘調査により、両者の違いが必ずしも明確でなくなりつつあり、これらをして、古代、山城と総称される傾向にある。 文献に見える城は12箇所、見えない城は16箇所があり、合計28箇所を数える。これらは基本的に山一つを防御施設としたもので、山の頂上付近を土類、石類で区画しており、大規模なものでは区画の外角線が数キロメートルに及ぶ。これらの山城は古代に役目を終え、一部の城石では中世に山城や 自社などが設置され現在に至っている。大野城跡、朝鮮式山城の名称は、天智天皇2年8月の白月の絵の戦いでの和軍敗北後に、これらの城が、九だ将軍の指導の下で築城されたことに基づく。日本書期では、天智天皇4年8月に、九だ将軍の答え、春初が長門に城を、奥礼福留、め、四飛福浦が築城に、大野城、 炎城を築城したと見える。近江大見大津宮銭都や水木築城と同様に、当、白木からの信仰を意識した施設であった。文献では、高安城、茨城、常城、長戸城、矢島城、大野城、木城、菊池城、金田城、美野城、稲積城の計11箇所が記され、これらが競技の挑戦式山城とされているが、内長戸、卯原、常、美野、 稲積の5箇所は、所在地が明らかでない。所在地が明らかな城では、遺構として、石類、土類、建物跡などが見られる。糸城跡、中国式、山城、または、大陸系山城の名称は、文献に見えるも朝鮮式山城には属さない、糸城を指す。追記時期は、朝鮮式山城から下る8世紀中頃で、その背景としては、 当の安禄山の乱の影響に備えたとする説や、藤原麻丸による、白木政党計画の拠点とする説などがある。ただし、後者の白木政党計画は、実行に移されることはなかった。この伊都城の築城では、キビ真キビが、日当時の知識を活かしたと見られている。意向としては、土塁暴露跡、縄文跡などが見られる。朝鮮式山城が、 攻撃相手に城内を見せない構造を取るのに対して、糸城では山の斜面にタスキ城に気づき城内を見通される構造を取るなどの特徴があり、攻撃的性格の強い城とされる。古書型二城跡、交互石系山城の名称は、初めて発見された甲羅山の遺跡の古城に由来する。その後各地で甲羅山に似た列石や、 石類の遺構が見つかり、これらをめぐり霊域説、山城説に分かれて議論が展開されたが、現在では山城跡が定説となっている。くだらの技術をもとにした山城と見られる点では、この交互意思系山城も抗議の挑戦式山城の範疇に入る。現在見つかっているものは16箇所。遺構の特徴としては、霧石を並べた列石を土類の土留め石とする点や、 列席区画の内側には特に建物跡が見られないという点が挙げられる。これらの山城では年代を示す異物の湿度が少ないため、その存続年代が明らかでない。上記の朝鮮式山城と同様の7世紀後半頃と推測する説などがあるが定かではなく、朝鮮式山城、交互意系山城の年代の前後関係が注目されている。一名称、所在地は、 底本を、向井和夫、蘇る古代山城国際戦争と防衛ライン、掲載の一覧表とし、名称の表記は、上で統一した。2、記事欄は、城について記述する書の記事年次を記載。3、史跡指定欄は、定石の史跡指定名称、指定種別、指定年を記載。4、文化庁欄は、文化庁の国指定文化財等データベースへのリンクを、記載。 ありがとうございます。